なので1番攻めさせていただきます。はい、ジョーさんを狙うと。そうですね、もう、はい、ネクロラッシュで上から、行こうかなと。東京ゲームショー2015東京クラッシュ2015ライブストリーミングプログラム、最強の攻め VS 最高の守り、ロジックドネイタス、トミー。それでは行きましょう、アタック1スタート。さあ、アタック1始まりました。ジョーさん、このベース守りきれると思いますか？余裕です。余裕というお言葉がいただきました。はい、今ですね、これバーバリアンを出して、はい、罠の位置を確認しているんですか、ね。今壁を開けて、今壁を開けているところですね。バーバリアンをターゲットに使ってウォールブレーカーでうまく壁を開けています。はい、ここら辺はもう落ち着いていますね。さすがといったところです。そして、ポイズンを使って援軍処理をしているんですけれども、援軍処理にあまり時間をかけてしまうとですね、やっぱりタウンホール10施設数も多いですから時間切れというリスクもあります。おっと、これはなんということでしょう。すごい、これはなんということでしょう。なんとなんと、ネクロマンスターが全てやられてしまった。場内しわれのようになっています。これはトミーさんも予想していなかったんではないでしょうか。すごいですね。今一気に勝敗が決しました。これはさすがにきついか。トータルディストラクションがまだ 11% というところ、はい、このベースよく見るとですね、インフェルノタワーがどちらもシングルになっているんですね。このシングルインフェルノタワーというのはネクロマンサーでの攻略が容易になっています。なので上からのネクロマンサーの攻めを想定して、あえてシングルインフェルノタワーでネクロマンサーを誘い、一気に葬りましたね。一瞬ドゼルさんも のけぞるぐらいビックリされてましたが、トミーさん、これはやってしまいました。さあどうでしょう、合計ダメージ28のまま、はい、29になりました。これは予想してなかったです、はい。さあトミーさん、苦笑いがずっと消えないという感じでしょうか。そうですね、悔しそうにタウンホールに今残りの呪文を落としてアタックが終了いたしました。はい、ということで、さあ場内拍手、そしてジョーさんの仕掛けを見た途端、場内がですね、ちょうども地割れのような、足踏みのようなフットストンプが行われた、そんな、はい、コメントでも歴史